ようこそ競馬 V 予想チャンネルへ。どうもこんにちは、競馬 V です。気合入れて高松の海記念の前の日の、日経賞事実ですね。もう根性で当てにかかります。もう当てんとやばいっす、ほんまに。やっぱね、当ててなんぼなとこあるんで、きっちり今回は当てたいと思ってるんで、でやっぱね、ここ最近ちょっと当たってない理由ね、自分でちょっと分析してみました。それはね、なんで当たらんかと言うと、それはやっぱね、サントボックスしとったからやね。サントボックスで、なんでちょっと当たり出すまでちょっと4等ボックスで変えていこうかなと思ってます。やっぱ男は3等やでって言ってたんですけど、ちょっとやっぱ当ててなんぼなんでね、まあ、当たるまでちょっと4等ボックスで行かせてください。というか行きます、4等ボックスで行きます。なんで日経賞ザクザクっと紹介します。ではこちらです。はい、日経賞ということですんで、まあちょっとね、しっかり、馬分析はしたつもりなんで、ちょっと言うていこうかなと思っております。まずは1投目はね、僕の本命はね、これにします。エタリオですよ。エタリオ、今回ね、またデムロ乗るということもありますし、ダービー4着で、で神戸新聞杯2着で、菊花賞が2着だったんですね。で距離が伸びてきての、もうかなりもうずっとこう伸びてずっと使ってきて、結果も残しの、きっちり本格化されたかなと僕は思ってます。でまさにね、天皇賞春を勝つために生まれてきたような馬ではないかなと僕は睨んでおります。でこの馬のね、血統的にもステイゴールですんで、十分距離も対応はできますし、まあ、逆にこの馬のね、資格を探す方が難しいかなと正直僕は思ってます。エタリオ、副賞圏内はまあ外さないとは思ってますけどね、このメンツの中では。まあ全然力もあると思うんでね、で正直ここはね、叩き台ということもあるんで、当然注意は必要なんですけど、まあ、あと初のね、中山ということもあるんで、かなりちょっと注意しないといけないんですが、それ以上にこの馬には僕は期待もするし、なおかつもう強い競馬を見せて天皇賞春に向かってくれるんじゃないかなと思って、本命にしようかなと思っております。エタリオ、うわいからの2投目、まあ対抗ですよね。まあ、2番目に僕いいなと思うのはやっぱりこれですよ。名称鉄痕、追い切りも良さそうなことも書いてましたし、でただね、まあ強さもあるんですが、かなり脆さもあると。でムラもある馬なんですけど、まあ今回はね、いい方の強い方に化ける、強いレースをしてくれるという方に期待したいなと思っています。この馬自体もかなりの能力も持っていると思いますし、なんといっても客室が結構自在なとこもあるんで、その時その時に対応できる能力も持ちかねているんで、まあ、あとはレジェンド武豊さんですね、豊さんの腕次第ではかなり変わってくるんではないかなと。で輸送もねあるんですけど、まあ不安なく大丈夫でいけると思うんですけど、まあ競馬なんでね、まあ、絶対はないと思うんですが、まあ僕はこれもう副賞圏内はちょっと硬いんじゃないかなと思っております。なんで武豊名称鉄痕頼ますね、頑張ってくれ。なんで2投目の対抗は名称鉄痕にします。はい、で次の3投目になるんですけど、3番目に僕ええなと思うんがクリンチャーですよ。クリンチャー、この馬もね、もう正直いつ走ってもおかしくない馬で、この馬こそ
力があるという馬だと思うんですが、で今ね一発乗りのもう三浦昴生当てにできない、正直馬よりもまあちょっと当てにできないとこある馬なんですが、まあ当てにできない馬に調子のいい、まあね三浦昴生もかなり出来がよか調子がいいんで、まあその調子のいいジョッキー乗るのも狙い目かなと思っております。で 2200m から 3000m がね一番得意とする距離だと思うんですよ、クリンチャーも。なんでまあ距離も2500とね中途半端な距離になるんですが、そういうレースも持ってきそうな匂いがします。で、まあ前回もね成績ここ最近も悪いんですが、まあそれぐらいですね気になるんは、まあ言うても強い一角だと思うんで、ここでちょっとバシッと復活見せてくれるかどうかですよね。なんでちょっと穴根になるっぽいんですが、これもかなり狙える穴ではないかなと思って、僕はクリンチャーも、3番目にいいなと思いました。でクリンチャー頑張ってくれ。で4投目なるんですけど、ここもちょっと穴っぽいとこなるんですが、一応4投目に狙ってみようかなと思ってるんはこれっすよ、 Go for the summit。 あーちくらさん決闘的にも距離は十分持ちますし、なんて言ったって湘南マイティの下ですんで距離も十分走ると思います。で今回ねこの4歳 Go for the summit ちょっと路線を変えてちょっと長距離をね、走るようになってで、もしかして一辺かなり変わり目があるかもわかんないんで、まあ石橋騎手も一発穴開けてもするんでね、まあいろんなこう楽しみな要素が結構あると思うんで、Go for the summit決して弱い馬でもないと思ってますし、逆に距離伸ばしていった方がこの馬合うかもわかんないんで、まあ正直試金石的なとこもあるんですが、まあ Go for the summit一発狙ってみても面白い投ではないかなと思って、僕はこの4投目に入れようかなと思っています。まあ、強い世代の4歳なんで、ここはちょっと、面白い新味を見せてほしいなと思って Go for the summit も買ってみようかなと思っております。はい、ということで、僕競馬 V の、第67回日経賞 G2 の、今というのは1番目から言っていくと、1番いいなと思うのはエタリオで、2番目にいいなと思うのが名将テッコンで、3番目にええなと思うのがクリンチャーで、4番目にいいなと思うのがゴーフォーザサミット、この4頭でボックスでいったろうかなと思ってます。正直もう4頭を選んでるんで、当てないと僕もほんまにやばいですよね。ここいらでちょっと当てとかないと見てくれてる方もなんやねんということもあるでしょうし、これから先もね見てくれるような競馬予想もしていかないと、もう常に思ってるんですけどね、ほんまね今調子悪いと。で今回この日経賞と高松の宮記念かはちょっとかなり気合は入れてます。正直この日経賞高松の宮記念当たらんかったらちょっと中央競馬を、やめはしないんですけど、中央競馬の前に地方競馬でちょっと勉強してから中央に戻ったのかなと、まあ、中央で勝てない馬が地方に行って2勝して帰ってくるというようなこともしないといけないかなと思ってます。それぐらいちょっと切羽詰まってますですんで、マジでバチバチに気合入れていったのかなと思ってますやけど、あえて僕はもうこの本命のもうルックトワイスとかも外していくんでね、まあやっぱ自分の思う馬はスタイルは外さないと、スタイルを崩さず、きっちり当てに行こうということはやっていこうと思ってます。でほんまに気合入れて頑張っていくんで、みんなよろしくお願いします。できたらこの後チャンネル登録してない方もチャンネル登録しといてください。でコメント、できたらいいねボタンも押してくれたら、ありがたいです。ですんで競馬 V の日経賞実芝2500以上、僕は
いいなと思う4頭の紹介でした。じゃあなー、またなー。高松の免許の皆さんも見てくださいね。ありがとう。ではブイブイ。チャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿よろしくお願いします。競馬 V